ご視聴ありがとうございます。ハレリアの本郷です。始まりました第55回 MTG 対戦バラエティハレリアコンバット。今回はゲストでこちらの方にお越しいただいております。ご視聴ありがとうございます。ハレリアプロズの佐藤礼です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回礼さん初めて出演されるのでご存知ない方もいらっしゃるかと思うんですが、はい、去年のグランプリ香港で優勝されて、はい、その時にホークスに、そうですね、はい、まあ香港リミテッドですよね。はい、だからもうリミテッドのことはこの人に行けという感じの。そうですね、マスター。はい、聞いてください。俺何でもあれがホークス入る前からずっとマジックやってましたよね。やってましたね。初めてやったのがね、小学生ね、オンスロートとか。オンスロート大会初めて出たのがオンスロート。ほうほうほう。初めて出た GP が鍋とかと一緒。まだ若いね。そう高校生ぐらいですよ、鍋さんと一緒。いや、みんな中学生とか高校生とかで初めてプロされたのが16歳ぐらい、はい、高校1年生の上川ぐらいの。そう今回、まあ、リミテッドマスターにお越しいただいたのはなぜかというと、はい、なんと今週末ね、グランプリ千葉が開催されるとは思うんですけども、こちらの開催フォーマットだとリミテッドということで、はい、今回はリミテッドやっていこうと思うんですが、今回ハレリアコンバットだけど、コンバットせずね、はい、せっかくレイさんに起こしたいんで、もうみんな気になるシールドとはどうやって結局組めばいいのか、これをちょっとレイさんに話を伺っていきたいと思います。まあ確かに大久保君はちょっとリミテッド下手そうだね。俺はめちゃくちゃリミテッド下手ですね、もうって感じで、まあ僕のような GP 出るけどリミテッドちょっと自信ないなっていう人はもう必見ということで、ちょっと今回はレイさんの話を聞いていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速ここに6パックあるのでちょっと開封していこうと思います。1回目はとりあえず僕が自由に組んでみるっていう、でそれをレイさんにコメントしてもらうっていう形にしようと思うんですけど、はい、という感じで一応6パック見て各色に並べ替えてみました。ここからクリーチャーの数をこうやって確認していく感じでやっていってます。はい、これで、各色クリーチャーとスペルを分けた感じになります。赤がちょっとクリーチャーの数が少なそう。でも他はまあまあ出てるかなっていう感じがしますね。で、ここからさらに僕は除去のある色を確認していく感じが多いですね。なんとなくここから、まあなんか各色のどう強いかなっていうのを見ていこうと思います。まあ、今回神話天使が出てるので、なんとなくこの辺は使いたいなっていう。神話天使と、まあこの辺。まあ、騎士ロード。なんとなく今は白青軸で考えそうな気がしますというところまで決まったところで、軸になりそうな色でカードを出していこうかな。これで11枚かな。除去これも1枚ぐらい使ってもいいかな。2枚かな。この除去があって、ポンスの産卵とかキャンセルはなんとなくシールドレアで1枚でやられちゃうことが結構あるんで、キャンセルみたいな1枚でレアと交換できるカードはなんとなく入れたいような気がしますね。まあ、良きはあってほしいかもしれんけど、そんなすごい優先するほどでもない。そうすると今、カードがプレイヤブルで19枚という感じで、なおかつこいつがいるんで、ちょっとアーティファクトを何枚か入れられればという感じなんですけど、これはまあまあやりそう。こいつもなんか、フライヤー、ピートみたいなあれになるとなんとなくやってくれそう。これはどうなんでしょうね。ジェイムデー資本だけど強いのかなっていう感じでやっていくと、12枚だからあと1枚ぐらいのいいか。緑がもしかしたらタッチできるかも。緑がタッチできるかもしれないけど、一手まで入れるカード、タッチカラーってそんな2ターン目とか3ターン目に出ることが大体ないので、重いカードを入れたいけど重くて強いみたいなのが、ペラッカのワンマン入れたいけど、これトリプルシンボルだからちょっとタッチはできない。そうね、ここまで合ってますかね。いや、ちょっといろいろもう言いたいことがあるけど、もうすでにもう結構言いたいことがあるけど、すでに言いたいことがある、うん、いやでも合ってるはず。いい、とりあえずこれでもうメインボードは上がりしちゃおうって。ちょっとスペルが多すぎ
ステムが多いということは付け先の少ない装備品がちょっと減りそう。装備品減らしちゃうとアーティファクトのカウントをある程度維持したい。マナリス、マナリスを入れて強引に何かをタッチする可能性もある。クリーチャーが足りないからクリーチャーも入れたいんだけど、2マナ1だったらこれもギリあるかな。これもあり得る。で、この辺のちょっとしょうもないカードを抜きそう。ここであと2枚ぐらいをなんかしょうもないカードを探して入れる感じになるのかな、いつもの流れだとっていう感じですね。僕はアーティファクトがもうちょっとあるかな。戻してもう1枚クリーチャーを足すのか。なんかタッチでも使える重くて強いカードがちょっと欲しいような気がしますね。クリシマロパンチ、これで23枚になるんで、あとは土地を17枚入れていくだけ。これでできました。はい、じゃあこんな感じで、僕の40枚のデッキができたかなと思います、うん、はい、一応結構飛行もいるしやれるんじゃないかなと思わないでもないんですけど、はい、まあ、ここからレイさんにちょっと、はい、コメントをもらおうと思うんですが、はい、いかがでしょうか、このデッキは。これはさすがにわざとだよね、これタッチしてるのは。いや、回避能力あって装備品もあるし、うん、こいつ4-2なんですよ。4点すごい大きい強い、うん、いや言いたいことは分かるけど、やっぱこのダブルシンボルとかもあるから、はい、これだけのためにタッチするっていうのはもうちょっと正直ではないかな。ほうほうほう、うん、まあこれはないね、はい、でまあ、色をまず確認する最初のフェーズがちょっと本当にちょっと雑というか、はい、まあ、白は多分使えそうなんだけど、青ももしかしたら使うかもしれないんだけど、黒を使うかもしれないし、緑を使うかもしれなくて、2色を決めるプロセスがもうなんとなくすぎるっていうか、なるほど、まあ、雑だよね全部の色のやっぱり可能性をちゃんと考えて、まずどういう感じのカードがあるのかっていうのをもう一回ちゃんと確認して、で例えばだけど、まあ、そのもし青白で組むんだとしたら、まあ、この壁とかよりは例えば装備品とかも入れてるから、まあ、こっちとかの方が全然いいだろうね、うん、まあ、こうやってか壁として壁やかり一緒で大体変わらなくて、こうやって殴れるし、なるほどなるほど、うん、まあ、これもメインに入れた方がいいかな。相手の除去とか打てたりとかするから、まあ色青の方がいいかはちょっと分からない。パッと見てたけど、まあ、緑の方がいい可能性とかはあるね。まあ、重いカードがなくてちょっと軽い感じになりすぎちゃってるとかるかもしれないから、こういう風になんか緑白に変えるみたいなのを、まあ、イメージしといた方がいい。それはメインデッキかどっちかとかは分かんないけど、白黒の可能性もあるよね。こういう感じ、ロングレンジのゲームになる、こことこことここがすごい強いゲームとかだったら黒白にする可能性だって全然あるから、なるなる、特に青がすごいなんかもう絶対に青にしそうっていう感じじゃなかったから、まあ、白はそれでも白にしそうなんだけど、2色目を決めるのはもうちょっといろんな可能性を考えて、うんうん、あと実際構築時間中に、はい、まあ、こういうのいろいろ組んどいて、相手が例えば除去コーンみたいなデッキだったらこういう白黒になるかもしれないし、うん、飛行クリーチャーが多くてそれを止められないっていう感じだったら、なんかこの緑にしたりとか、なるほど、いうふうに、まあ、なんか柔軟に何パターンも、まあ、構築時間中に、まあ、できたらいいなと思うんですけど、可能な限りたくさんのパターンを試すことによって、うん、あ、このデッキこういう相手には強いなみたいなのが分かる。そうだね、うん、っていうか実際2戦目から色変えたりとかもできるから、はい、まあ、とにかくいろいろ検討してみるという。そうだね、ちょっとやっぱ検討しなさすぎだねなんとなくちょっと並べて青白みたいな、なんかよさそうですね今回は、とりあえず僕が1回デッキを組んでみて、まあ、レイさんに見てもらったんですけど、はい、さらにこの後レイさんにデッキの組み立てのお手本を見せていただこうと思います。はい、ぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。なんか負けてる中でこうしてチェックするやん、はい、こう実際上げてる時に、もうなんか良さそうな感じのちょっとイメージしておくんだよね。なるほど、赤の火力と味になったとか、万全と開けるんじゃなくて、あのドル使わないなとか、この全中だったら使わないだろうなとかを見といて、この瞬間にね全部開けてとりあえずまあ並べる、いろいろと並べた方がいいなら終わって、まあ、この時にもなんかマルチとか見て、マルチ少ないなとか、ランドはでもこんな感じかとか、今多分ここは報告に多分一緒かな、こう7カードごとにまあクリーチャーを並べていくって感じで、まあなんか基本的な白の強いコモンの、まあ、これとこれとこれは抑えられてるなとかをイメージしながら、まあ、これとかはまあそのアーティファクトないと使わないだろうなとか、まあ、こうイメージ。色を見渡しながら、うん、この色使うならこうなりそう。クリーチャーは数すごい多いけど、スペルはでもジャイロしかないな、少ないなとか。青はそのレアにダイノジンあるけど、ちょっとその
ちょっと足んないな。メダイの陣スリープってすごい強いカードはあるんだけど、確かにカードは微妙に足りなそうですね。そうだね、スリープとかは結構ボムっちゃボムですけど、ボムだね、強いと思う。まあ、プロのちょっとエア以外ちょっと魅力薄いよね。エアはすごい強いけど、こっちから戻るって言ってもでもなって感じ。ちょっとカードが足りない。そうだね、この時点でまだ全然色は絞りはしない感じなんですね。白使いそうだなとは思ってる、今こう並べてる中でもね、とは思ってるけど、一応全部の色とか、あとこう並べたことによってなんかサイドからなんかありそうかなとかも今考えてて、例えばその白を使わない他のアプローチ、青赤とかありえんのかなとか、枚数的にどうなのかなとかは考えながらやってるけど、この火力傘も4枚あってさ、ここに足りないのが火力だから、多分赤白軸になるだろうなとは思ってる。もう今もう並べてる段階でなんかお互いが足りないのと互換し合ってる感じするしね。一応、うん、緑のマルチも出てますけど、緑白、まあ、ありえるかな。可能性もいや、まだ全然あると思う。まあ、緑白は枚数自体はあるから、まあ、可能性にはまあ値すると可能検討はされるんじゃないかな。まあ、茶色だね、あと一応茶色、まあ装備は入りそうだなぐらいだね、この感じだと、うん、まあ、7マナのゴーレムとかちょっと重すぎて入んないだろうね。でまあ思ってたとりあえず赤白を組むところかな。ここまで見て、なんかまあ見返して、じゃあ実際組んでみましょうと、かなりでも流れてきて、ラバックスも入るんで、まあ、入れていいかな、これもあるし、それもあるし、まあ、1マナ1人対と2マナ21もいて、ライトニングストライクもあるし、うん、なんかそこまで押す感じでいいと思う。クリーチャーがもう少しだけ欲しい、ここでアンプレイだと思っていたカードに手を伸ばす、そうだね、あと2枚をなんかここから選ぶ感じかな。こういうところ、インチャントは面白くないから、一応これ23なんだけど、クリーチャーはね正直もう1体ぐらい欲しい。ファイヤーの2体足してラバックスに行くとこかな、みんな、うん、丸そう、なんか一番丸い感じかな、とりあえずみたいなって感じにして、メインボードを決めた後にサイドボード、うん、このデッキがどういうデッキに弱いかとか考えるね。例えば後手取った時に なんかすごい違うアプローチをした方がいいんじゃないかとか、飛行が止まらないのかなとか、状況がでかいクリーチャーの状況でないのかなとか、例えばレスがないとこれ4点までしか出ないからね、ペラッカーもみんなに乗されるともめっちゃ困るわけ。そうですね、うん、7点ゲームされるわ。そういうアプローチをされる時になんか他のそういうのなかったっけとか見るんだけど、例えばここにステンススキャッターとかがあったら、じゃあ赤じゃなくて青くしようとか、緑相手の時は考えるんだけど、あんまないんだよね今回ね。選択肢の少ないプールだとどうしていけるんでしょうね。例えば今の話だと、はい、まあ、ベラッカーのアームみたいなアクトを入れるとか、でかい相手の緑のクリーチャーにはこの反撃のボードを入れようとか、もうあらかじめ組む時点で、今の時点で考えておく。なるほど。要するに相手が除去込んで並ばないんだとしたら、もうラッパじゃなくてもうヨガの斧に変えるとかね、うん、変えるのをここら辺のサイドボーディングをもうあらかじめ考えておく、そういうなんかもうイメージしておくことだよね。こう今の段階で色変える可能性あんのかなとか、白使わない可能性あんのかなとか、じゃあ赤緑はどうだろうとか、今白で組んだけど赤緑も多分枚数的には組めそうなんだよね、うん、除去あってクリーチャーあるから、なんか相手がコントロールチックなデッキだったら、こういうカードが効果的じゃない相手に対しては赤緑のこれが入ったデッキって組めるかなとかを今想像して、これが多分メインだろうなっていうのを頭に入れつつ、時間が余ってたら組んでみるかね、うん、今このデッキってちょっと枚数がやっぱり足りてなくて、実際クリーチャーはちょっと足りないんだけど、まあ、こういうカードが、まあ、刺さること前提とか、ここら辺が打てること前提であったら、一応デッキとしては多分成立するから、相手のデッキが遅めで、こういうエンチャントには対処できないとか、レインスウォーカーはもう破壊したいとか、ベッドが破壊できるから、このカードは。もうどうしても、こうせざるを得ない時にはこう、まあ、ちょっとやっぱデッキパワーは下がってると思うんだけど、こういう感じにするのかなっていうのを、まあ、今の時点でやっぱ考えておく。メインはでもやっぱ赤白の方がデッキパワーはやっぱり高いと思うな。だからメイン赤白で組んで自分が後手取った時とか、相手が対策してきた時、あるいは自分が不利な時になった時に、こういうアプローチもありえんのかなとか、ちょっと差が足りないなと思っても、やっぱりタッチまではリスクは負えないって感じ。タッチしないカードはあんまないんだよね。まあタッチできないことはないんだけど、下にカードがね、多分すごい強いカードが多分このプールだと、例えばこいつとか、メガイの陣とか、多分ダブルシンボルで、そもそもタッチをその下にカードが、まあ、タッチするんだったら、緑白タッチ赤かな、まあ、緑白タッチ赤は、まあ、ありえるかなと思うね。まあ、こうかな、これもまあ悪くないかな、ちょっと安定性は減るけど、スピードは下がるけど、全然ありだと思う、これは。さっきの赤緑はこっちの方が。どっちもありえるぐらいだけど、多分まあこっちの方が相手のスピードとか、要するにそのサイド後のデッキっていうのは結構相手のデッキにすごい寄るんだよね、うん、アプローチっていうのは。
このデッキはまあありかな、いいと思うって感じの、もうなんかまあありそうな組み合わせとはなさそうな組み合わせを考えて、今だけ言うともうほぼ黒はなくて多分青もきついだろうなと思いながら、でもまあ試すみたいな、とりあえずいろんなアプローチをまだあんまり許す限り、こうしてみてやっぱり構築で一番差が出るのは どれだけのパターンを試すかっていう、そうだね、そうだね、メインボードを決めた後の方がどっちかっていうとシールドの構築の中では差がつく要素っていうところ、そうだね、そうだね、もちろんこれはなんかその正確に例えば綺麗に組める技術もすごい多分重要なんだろうけど、大体の人が多分このプールをもらったら、まあ、こんなこの色の組み合わせになって手なりで組んでったら多分大久保君が組んでも赤白にはなるんだけど、それからまあサイドボードのアプローチの仕方いろいろ、例えば大久保君はサイドボードを相手のデッキがなんかすごい緑のペラッカのワードが入ってるような重いデッキを見てもサイドも何も変えないかもしれないけど、俺は例えばこのアクトを入れることができるとか、確かに、まあ、そういうところで多分技術っていうのはすごい出てくるかな。なんかすごい除去ポンのデッキにも大久保君はこういうコンバットトリックをずっと残したままにしてるけど、俺はこれをちょっと減らして稲妻のを入れれるとかが多分その変える技術なんじゃないかな、シールドの中で経験値、そうだね、そうだね、そうですね、で感じかな、うん、これでコルサブミットでありがとうございます、ありがとうございます。というわけでお送りしたハレリアコンバットいかがだったでしょうか。まあ、今回ちょっと対戦なしでレイさんにずっと話してもらう時間になったんですけれども、はい、すごい勉強になったかなと思います。現在ハレリアでは、ハレリアホープス選考会を全国で行っております。はい、ホープスでどうなんでしょう。でっかいカードショップにスポンサードされる、しかもそのめちゃくちゃ活躍したわけじゃなくて、でもこうやって気軽にプレイヤーとショップがそのスポンサードの関係を結ぶっていうのは、まあ、個人的にはもうめちゃくちゃいいと思ってます。なるほど、なるほど、はい、やっぱり応援してもらった方が頑張れます。そうですね、やっぱ記事とか書いてもらえるじゃないですか、それで自分のこと知ってもらったりとか、すごいそれは嬉しかったですね。今回、まあ、プロスになられたレイさんをお呼びしたんですけど、レイさんから最後に何か一言ありますか。はい、4月から、株式会社セカッピーというですね、社員全員がマジックプレイヤーの IT 会社で働いておりまして、他の仲間を今募集しているところです。7月からコーポレートサイトがリニューアルしたんで、よかったら見てみてください、お願いします。なんとね、もうセカッピー受け毒ってもしかして受け毒もうぜひ興味のある方はちょっとセカッピーのサイト、はい、ちょっと多分ね、動画詳細とかに URL 入れとくんでぜひ確認してみてください。はい、というわけで、またレイさんへのメッセージとか、はい、なんかリビケットについて聞きたいこととかいろいろあれば、なんかコメント欄にコメントしてもらえればと思います。はい、よろしくお願いします。今回はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。